写真拡大。中日のドラフト1位、根尾昇内野手18、大阪桐蔭高が8日の2軍教育リーグ阪神戦鳴尾浜で実戦デビューすることが5日、有力となった。2軍が遠征中のこの日、名古屋球場での1軍練習に参加。与田監督が見守る中、フリー打撃では142スイングで2本の柵越えを含む60本の安打性の当たりを放った。緊張せず普通に練習をやれた。準備はできています。実際にプロの投手の球を打席に立って早く見てみたい。1月23日の練習中に右ふくらはぎを痛め、キャンプは2軍で過ごした。2月下旬、怪我が完治し、全力プレーが解禁され、首脳陣も実戦デビューのタイミングを検討していた。与田監督は、バットコントロールがうまいし、左、中、右と意識しながら打っていた。非常にレベルが高い。準備はできていると思うと実戦デビューにゴーサインだ。根は今日1軍で練習を一緒にさせてもらっていい経験になった。自分はやるべきことがたくさんある。これからも目的意識を持ってやりたいと目を輝かせた。三木健治。根尾について中日村上打撃コーチ、来た球をバットに乗せてスピンをかける。だから地面に落ちてこない打球を打てる。